釜石鉱山鉄道 c 一二十 k 蒸気機関車。釜石鉱山鉄道 c 一二十 k 蒸気機関車。釜石鉱山鉄道 c 一二十型蒸気機関車は、釜石鉱山鉄道で使用された蒸気機関車の一形式である。九百三十三年より製造が開始され、九百六十五年三月二十八日の釜石鉱山鉄道線廃止まで三十二年にわたって、 同鉄道線の主力機関車として徴用された。なお、形式称号は、軸配置、日本国鉄式及び自長、トン数を組み合わせたものである。1910年の蒸気動力への転換以降、釜石鉱山鉄道では10トンの15トン級のタンク式蒸気機関車を順次導入していた。15トン級機は762ミ、mm、リメートル機関の 京弁鉄道向けとしては相応の大型機であったが、1930年代に入り、満州事変などの影響で、鉄鉱石輸送需要が急増していた、釜石鉱山鉄道においては輸送力強化が求められる中、これらの牽引力不足が目立つようになっていた。そこで、釜石鉱山鉄道本線の輸送力強化のため強力な20トン級新型機関車の新造が、 決定され、以下の順で給料が製造された。これらは1943年2月の209、春工をもって合計給料が出揃い、釜石鉱山の鉄鉱石輸送に徴用された。その基本設計は201.202の製造を担当した日本車両製造がこれらと同時期に製作していた650系、及びその基本となった。 同じ日本車両製造制の600型や、日立製作所製の610型を筆頭とする、朝鮮鉄道航海線向けとして量産された、一連の軸配置を 1C1 とした25トンから30トン級 762mm、機関用タンク式蒸気機関車シリーズに多くを、追っている。機関 762mm、運転整備重量20トン。 同軸軸巨線1 1 7 0ト、mm、ルプラス1 1 7 0ト、mm、ルで軸配置 C1 の日本国内内地で使用された軽便鉄道用蒸気機関車としては最大級の寸法を誇る飽和式短式に機頭サイドタンク機である。前日の通り、その基本設計は朝鮮鉄道航海1650型などに由来し、便装置周辺のレイアウトやボイラーの第一、 第二管道部など、設計や寸法が酷似する部分が散見される。もっとも、旅客列車券引用として設計され、軸配置 1C1 で、動輪系もより大型であった650型とは、異なり、建築限界や、軸重の制約が厳しく、しかも、最大勾配36パーミルという急勾配線で、辺の総重量が160トンを超える。 重量級の鉱石列車を牽引すべく設計された本形式では、動輪径が 800mm とされ、ひどこ面積も 1.32m から 1.02m へ縮小されて、その文化室の奥行きが縮小されるなど、むしろ650系の基本となった610型などに近い寸法となっており、構造面はともかく外観については、 基本設計を担当した日本車両製造製の650型ではなく、日立製作所製の610型や、天宮製作所製の620型などの他社製、先行機種との類似性の高いデザインとなっている。ボイラーは、第一感動に蒸気ダメを、第二感動に砂箱を置く一般的な設計の強化室ストレートボイラーである。ただし、 762mm 期間ゆえに、幅が狭い火床を、第三道輪の後ろに大きく張り出して、重輪で重い火部分を支える構造とすることで、火床の奥行きが約 1.5m と深くなる問題はあるものの、所定の火床面積と出力を得る設計となっている。このボイラーは常実の通り、飽和式として設計されたものであるが、 1953年から1954年にかけて輸送力強化の一環として、福島県の共産工業でシュミット式加熱装置を製作して、規制ルブに取り付け、軽便鉄道用機関車としては異例の加熱式に改造されている。この結果、牽引力が約45%向上し、燃料消費量において40%の節減を見た。重は、 車輪計 560mm で、第3道輪との間の軸距が 1670mm となっている。これらの間は、上羽式の配置となっている。両車輪の軸受けにないネ同士が、釣り合い張りによって連結されており、重輪に荷重を一定比率で負担させるとともに、軌道状態への追従を容易としている。なお、ブレーキシリンダーは、過失ひどこぶ側面の、 この釣り合い両直上に設置されており、運転台の手ブレーキ装置からのテコとともに、ブレーキテコによって3つの動輪に設けられた、片押し、敷踏みずら周ブレーキを作用させる設計となっている。外観は、直径 996mm と太いボイラーに、前方を斜めに削った、高さ 1200mm と背の高いサイドタンク、そしてそれに押し上げられるようにして小さな、 川窓や妻窓が設けられ、さらに車両限界の制約から低く抑えられた屋根、高さの運転台、と産業用機関車らしい武骨さと協力機らしい、威圧感を兼ね備えた、軽便鉄道向けらしからぬ、重厚な造形である。また、後年になって、ボイラー状の砂箱後部に、平年用の大型重油タンクが追加されたことで、威圧感や重量感がさらに増している。 煙突は201から203.208209は工作が簡単な通常の低ーパー付きパイプ煙突であるが帝国中高所制の204から207に限っては優美な化粧煙突が与えられており機能主義的で武骨な造形の中にあって異彩を放っていた。弁装置は大型機関車で一般的なワルシャート式でシリンダーブロックは 煙突の中心線より、やや後退した位置に取り付けられており、シリンダからの排気管は、弁室前面から突き出したものを折り曲て垂直に立ち上げ、それを煙室内のブラストノズルまで導くという、ヨーロッパ製機関車で広く用いられていた、配管の取り回しが行われている。これも朝鮮鉄道航海線向け機関車で取られていた、設計手法を援用したものであり、 大枠寸法の許す範囲で最大のボイラーサイズを確保し、なおかつシリンダブロックや同軸を適切な位置に配置するための設計である。連結器は、釜石鉱山鉄道の標準に従い左右にバッファを備えたネジ式連結器が備えられていたが、これは後に牽引力増大を図るべく。 国鉄正式の波形自動連結機を3、4サイズに縮小した小型自動連結機の交換が実施されている。ブレーキは当初、手ブレーキと共に、ボイラーからの蒸気圧によって駆動される蒸気ブレーキを備えていたが、これも後の改造で、空気圧縮機とエアータンクを左右のサイドタンク全部に振り分けてのし、自動空気ブレーキを追設した。この改造により、 ブレーキ間が連結される貨車にも引き通され、各貨車でもブレーキを作用させることでより確実な制動力の確保と、これによる保安性の向上が図られている。また、砂箱からの三叉管は、第一動輪前方と第三動輪後方に導かれ、左右合計4本が設置されている。竣工後、本形式は既存の15トン球機と併用される形で、 釜石大橋間の本線貨物列車牽引に投入され、線中線後を通じて、同線の主力機として、昼夜を分かたず徴用され続けた。その後、加熱式に改造することにより従来の、飽和式では6両を必要としていたものが4両、飽和式1両予備で済むことになった。1950年代後半には、輸送量の減少で201から205が廃車となった。 206から209が残った形になったが、実際は202と206,205と208はおのおの、振り返られていた。このため、元205である208には、帝国鋳造所で製造された本形式の特徴である、鋳造化粧煙突が最後まで残されていた。その後、製鉄所構内鉄道には、ディーゼル機関車の導入が開始されたが、急行バイク間の続く、 本線運用を代替することは叶なわなかった。そのため、本線貨物列車牽引は1965年3月28日の釜石鉱山鉄道線廃止まで本形式4両が担い続けることとなった。釜石鉱山鉄道の全線廃止後、不要となった本形式は順次廃車解体された。だが、ラストナンバーにして1965年3月28日の 最終列車を牽引した209、立山重工業製は、記念物として、釜石市内の富士鉄釜石製鉄所、健康保険組合小川体育館の屋外で、生体保存され、富士製鉄の新日本製鉄への改装後も、引き続き同地で保存されていた。現在は1八十五年七月に新設された、釜石市立鉄の歴史館に移設され、同館屋外にて、 保存展示されている。本形式は軽便鉄道向けでは大型であったため、同型機種は本形式の設計の基本となった、朝鮮鉄道公開線向けの機種を別にすると、内地向けでは、沖縄県営鉄道2 0系2 0号、1942年3月、本港機械製作所制が存在する程度に、止まっている。加熱化、重油平年化改増後の初見。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。